シャドグレイはアメリカ合衆国出身のボーカリスト。現在はヘビーメタルバンドマット・ベインとヘルイエーを中心に活動している。帰婚。マット・ベインでの活動をするまでは工場で働いていた。その後、工場を辞めて今まで貯めた資金から4万ドルを引き出し、マット・ベインの活動の拠点であるイリノイ州に引っ越した。2005年にケリー・ウォルソンという人物と結婚。 同年、長年にわたって、ガンと闘病していた彼の祖母が高い。祖母の凄まじい闘病生活の過程を、マッド・ベインのアルバム LD50 に収録されている、デス・ブルームズという曲で取り上げている。演奏しているバンドの音楽性や激しいライブでのパフォーマンスから、凶暴な人物と思われるが、インタビューでは冷静かつ丁寧に一言一言を話す、知的な人物である。 声域が非常に広く、作願機のようなシャウト、うねるような低音を聞かせた、デスボイス、乾いたカントリー調の声や透明感のあるクリーンなコーラスまで幅広くこなす。影響を受けた主なボーカリストとしてパンテラのフィル・アンセルモを挙げている。また、ボーカルスタイルでなく、ルックスやパフォーマンスといった音楽性以外の面でも強く影響を受けている。ありがとうございます。